教えて道場教官、頑張れ手塚くんってコーナーです。はい、あ、もうなんでもう説明すらしないと。さあやっていきましょう、はい。ラジオネームミキさんからいただきました。ありがとうございます。子供の頃からの癖で指しゃぶりがやめられません。はい、起きている時は平気なのですが、寝ている間にしゃぶっているのか、朝起きると必ず親指に、必ず親指が口に入っています。こんなことでは来るべき敵に、隣で目覚めた男性にドン引きされないか心配です。どうしたらいいですか、と。なるほど。はぁ、難しいですね。どっちからいきますかね。指しゃぶりがやめられません。指しゃぶり。なるほどね。さあ、どういう、どっちから行く？どうする？これで決まったもん。いや、俺も行けるよ。マジで？じゃあ、お手本を。はい、はい。では、手塚くんの答えはこちらです。いいんじゃないか？俺は、可愛いと思う。なるほど。なるほどね。これ道場ね。はい。じゃあ、道場教官の答えは、こちら。はい、あまり人前でやるのはおすすめはしないが、俺の前でだけでなら別に構わんぞ。いいですね。いいじゃないですか。はあ、ははあ、これはいい感じでいきました。あ、どっちも OK。 いい感じ、いい感じしましたよ。俺らだったら、こんなの簡単です。はい、ではそんな簡単とおっしゃる鈴木くんの答えはこちらです。まあしゃぶるな俺の、まったくこんしろよ絶対ケースだ今のはできれば全部消してほしい今のは朝して朝朝関係ねえ関係ねえ。朝俺が寝てる時にさ、そういうことしてくれる。関係ねえ、やめろ。気持ちよく目覚めたい。マジか。だからそれをしゃぶって。あ、ダメ。お前全部、お前の存在は本当これ検索した方がいい。これはあかんな。だって、なんか夢じゃん、そういうの。まあまあ夢っていうか、ちょっとした夢じゃん。まあまあ、惹かれる展開ではありますけどね。惹かれる展開、いいの？男の夢なんていうのはね、そんな風にね、こう汚れてんだよ。そうですか。なるほど、ね。そういうもんなんだよ。じゃあ前のだったらどういう風に言うんだよ。じゃあ俺の指をしゃぶってそっちかどっちも大して指しゃぶしゃぶか。どっちも大して変わんなかったな。変わんねえな。同じだよ。やべえ、達夫たぶん変わんなかったてめえこの野郎。やべえ。はい、次。はい、ということでラジオネーム桃井さんからいただきました。はい、はい、ありがとうございます。友達とメールをしているとき終わらせるタイミングが分かりません。要件も終わったしそろそろやめたいなと思ってもなんだか申し訳ない気がして自分の方からやめることができません。向こうからじゃあまた明日とか来ちゃうと明日よろしくねと返しちゃいます。さらにそのメールに返信が来ちゃってずっと続いちゃいます。皆さんはどんな文章でメールを終わらせますか？あ、俺簡単ですよ。本当ですか？うん、俺っていうか手塚くんですよ。はい、簡単ですよ。では手塚くんの答えはこちらです。え、それはもう返さなくていいんじゃないか？なるほど。淡白な手塚らしいことですね。さあ、じゃあ道場交換の教官の答えはこちら。もう寝る、おやすみ、手遅れ。まあまあそういうことですよね。そうですよね。まあこれも、これ以上なんか言うことな、すごい簡単なことですよね。いいじゃない。そう、なんか終わりそうだなと思ったら俺もいつもパターンって閉めちゃうからね。俺も終わらせちゃう。なんだったらね、要件でね、早急になんか返してほしいってやつでも俺パターンってしちゃうからいけないんだけど、俺も23時以降来たメールあんま返さない。俺なんかすごいすぐに返してほしいってやつでも自分の気分で絶対閉めるからね。まあそうですよね、我々自営業ですからね、我々ね。そうですよ、そういうのはあります。さあ、そういう中でですね、次こちらです。ラジオネームたけのこみかんさんからいただきました。ありがとうございます。道場教官手塚くん、初めての時って相手にそれを伝えた方がいいのでしょうか？伝えるのは何と言えばいいですか？何が初めての時かはご想像にお任せしますと。なるほど。ああ、初めての時ね。何、初めての時どうする？初めての時か。まあ、緊張するよな。緊張するな。そうだよな。ドキドキするよな。初めての時。うん。相手にそれを伝えた方がいいのか。何と言えばいいのか。ああ、よし、わかった。じゃあ、ちょっと先行く？いや、これ難しいな。本当？じゃあ、俺先行っていい？マジで？じゃあ、手塚の答えはこちらです。素直に初めてだから優しくしてほしいって言った方がいいんじゃないか？なるほど。っていうね。なるほどね。じゃあ道場教官のお答えはこちら。あなたが好きなほどの相手ならきっと何も言わなくても分かってくれるはずです。はい。
いかがでしょう、言わなくてもきっと分かってくれるだろうと。そうだね、うん、うん、どうでしょうかね。まあそういうことですな、うん、そうですね、これも簡単ですな。簡単ですね、はいはい、うん、お次いきましょう、うん、はい、いいですか、はいはいはい、じゃあ、あ、もう大丈夫、 OK、 お、今回良かったんじゃない。お、なんかそうしよかったね、このコーナーもう楽勝だな。そうだね、まあ素が出ない限りいいね、もうこれはもうこうやってパッパッと終わらせて、パッと終わらせて、次がまた問題のコーナーありますから、よし、もうこのコーナーはもう俺たちのハードルじゃないな。そうだね、高く飛べるね、だいぶね。そうだな、だいぶいけるいける、飛べる余裕だった、はい、はい、というわけでございまして、教えて道場教官頑張れ手塚くんでした。